協調性、それからクラブへの忠誠心、そういったものを強く、掲げながらやっていきたいなと。かつ1042日早く届いて、そこから目標設定を情報修正していくということに尽きると思います。ついに戻ってきた J1 の舞台、夢の実現へ新たな戦力を加え、ナマニジュビロが船出しました。19回目を迎えた鹿児島キャンプ、実に16人の選手が入れ替わり、ポジション争いは例年以上に熾烈を極めます。まずはジュビロです。松原さん、はい、今シーズンはどんなところがポイントになりますか？まあ、まず失点しないというところでしょうね。まあ、やっぱり J1 になるとクオリティが高いので、その1点取られたら2点取るだとかね、1点の重みっていうのはかなり大きくなると思うんですよ。大井健太郎、新しく入ってきた、はい、彼なんかっていうのは特にセンターバックの守りの要として中心になるでしょうね。どういうふうに戦えばいいのかとか、その辺の経験っていうものは積み上げてきたものありますからね。その彼のこのリーダーシップには期待したいですよね。大井選手とのコンビは誰になるのか、ジュビロのセンターバックに注目です。では攻撃面ではどんなところがポイントになってきそうですか？まあ、このもちろんそのジェイ・アダユートンが軸にはなってくるとは思うんですが、それ以外のところのオプションというものは大切になると思うんですね。例えば新加入した斉藤選手、守備から攻撃っていうこの攻守の切り替えっていうものがとっても早いんですよね。攻守の切り替え、うん、斉藤選手は12ゴール決めてますから、昨シーズンも熊本で。そうなんですね。だからそういう選手が一人加わったっていうことは非常にジュビロにとっては大きいことですよね。地元生まれのストライカー、早速結果を残します。まだまだジュビロのサッカーっていうのに慣れていかなきゃいけないし、前からの守備だったりハードワークしてチームが勝つように、そのワンピースになれるように頑張りたいと思います。ナマニジュビロが目指すサッカーは、昨シーズンから掲げる攻守ともに自ら仕掛けるというアクションサッカーの進化。プレーの精度や選手国の判断力を高めることを求めます。チームのやり方は変わってないんですけど、こうやることの質をやっぱ上げなきゃいけないんで、みんなそこは、まあ、スタッフもそうだし選手も自覚して、やっぱ一個一個の練習を大事にやってます。本当ペナのラインのところで崩すとかシュートまで持ち込むっていうイメージとかをもうワンランクツーランク上げたいなと思ってて、まあ、自分が打てなくても味方に打たせるとか、まあ、狭い隙間でもパス通すとか、そういうラストの質を上げたいなと。復帰が待たれるのがエース J 選手。 J1 を戦い抜くには彼の存在は欠かせません。 Same as last year. For me, I don't concentrate on the opposition or who I play against. I like to focus on my own game. And you know, of course the J1 is a higher standard, but this is why I love football, because I love to test myself andYou know, I'm very confident in my ability and my team. では2016シーズン、ジュビロ磐田のどこを見るのが楽しめるポイントになってきそうですか？まあそうですね、ボールないところの動きなんか特に見た方がいいと思いますね。ボールがないところの動き、はい、でそこに合わせてのここポイントですね、はい、連動してるかってことですね。連動、例えば J が動いた、はい、クロスボールを太田が上げる、動いたらこの後ろからアダユートンがやってくる、そして後ろの選手の上田浩太がここのカバーしている、はい、そうすれば J が合わなくてもアダユートンいる、アダユートンがもしヘディング負けてクリアされても上田浩太が取る、もしもう一個後ろ飛んだとしても大井がその後連動していてボールを拾って第2次攻撃第3次攻撃につなげることができる、ここの連動してるか連続してプレーができるかっていうところがポイントですね。なるほど、そういったことによってチャンスを確実にものにするっていうのが勝利へのポイントになってくるんですか？そうですね。3シーズンぶりの J1、
七海監督の思いとは。まずは目標は40ポイントを早く取ると、そしてベースを作っていくっていう中で何を中心にやっていかれますか。まず攻守一体化のゲームを、ね、増やしたいですし、まあ、その一体化とは何かというとやっぱりアグレッシブに自分たちが主導権を握ってアクションサッカーを起こしていくと、まあ、90分間とは言わないですけどやっぱり6割7割ぐらいは常に相手をこうコントロールできるように、圧倒状態はないんですけどコントロールできるようなゲームが増えれば、まあ、安定した結果が出るんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、3年ぶりの J1 ということなんで、あのいろんな人が期待をしてくれてると思うんですけど、まあ、いきなり優勝だ、いきなりそのガンバとかね、浦和とか、サンフレッチェとかそういったところを目指していこうとは思ってないんで、自分たちのスタイルをね、うまく確立する時期かもしれないし、一度チームを壊した中でやっとこう立ち上がってる、立ち直ってるっていうね、そういう姿をまず見せたいなと思いますし、まあ、それでいて結果もついてくるようなそういったチーム作りをしたいなというふうに意気込んではいますけど、ね、なるほど、監督応援してます、はい、頑張ってください、ありがとうございました。